ヤダジャパン CEO をやっているカンと言います。よろしくお願いします。今回このヤダ製品を日本に紹介したくてここに参りました。この国際ギフトショーを通して皆さんにこのヤダ製品をぜひご紹介できたらと思います。このヤダというのは恵みを受けるという意味ですけども、とてもその10代とか20代の子たちにとってもいい商品ですので、それをたくさんの人たちにこれを知ってもらいたいと思いました。よろしくお願いします。ヤダ製品の紹介をしたいと思います。こちらの白いものがピュアグリーンシリーズであります。それからこのビタミンシリーズであります。それからこの BB クリームとサンクリームがあります。それとパックがこのブライトニングマスクパックと、それからノーズパックがあります。まずこのピュアグリーンの特徴なんですけども、これは手のひらサボテンを中心としてアロエとか肌に良くない全て その人工的なものは全て排除しています。それで本当にこう赤ちゃんみたいな人でも刺激性がないので使うことができます。それからこのビタミンシリーズですけども、このビタミンシリーズというのはレモン水とオレンジ水が入ります。これはエコサート認証をもらっているものですので、このレモン水とオレンジ水のとっても心よちいい香りがしますので、使うたびに多分とてもいい感じにさせてくれると思います。これは結構今みたいなこの真夏とかにはとてもいい商品でもありますけども、これからもどんどんこの保湿に優れてるこのピュアグリーンシリーズもいいと思います。その他にこのサンクリームだとか BB クリームというのは結構オイルをたくさん使っていませんので、こうさっぱりとした感覚になれると思います。それからこのパック繊維なんですけども、とてもこの肌を明るくして保湿にもちょっとすごく優れていますので、ぜひこれは皆さんにもご紹介したいと思います。このノーズパックもとても製品としては使い人たち の好評が高いものですので、皆さんに紹介したいと思います。次はこのバブルクレンザーなんですけども、ヤダ製品の中でも一番主力で推しているものでございます。海綿活性剤というかそういったものも全て植物性もの、アミノ酸系で作られていますので、すごくその肌に負担がなく、それで汚れがきれいに落ちる、それからバブルでとても気持ちよく出てくるという特徴があります。それからこのシャンプーですけども、このシャンプーはこの頭皮とかその毛の質というか、それをとても元気にして、いつまでもその綺麗な髪を持つことができますし、その毛穴を防ぐというようなシリコンだとかそういったものが一切入っておりませんので、いつまでも綺麗な頭皮を持つことができます。ですのでそのシャンプーとかこのクレンザーに入っているその海綿活性剤というのもとても肌には天然で植物性で作られていることを皆さんに注意してもらいたいと思います。これから日本にこのヤダ製品をたくさん広めたいと思っています。それでこの若い人たちが読んでる雑誌やいろんな例えば DM の広告などを使って今の広告をしています。それからできるだけその若い人たちがたくさん触れることができますようにサンプリングも定期的に行っています。それからたくさんの人たちに知らせるような子どもを今知ってもらいたいためにオフラインの方も考えています。大きなその例えばドラッグストア や化粧品を扱っているところは今全てそういう営業も行っています。ぜひよろしくお願いします。